それでは今回の計算機数学1の授業を始めたいと思います。前回はモジュラーアルゴリズムを紹介しまして、その計算例などについて扱いましたけれども、前回のそのモジュラーアルゴリズムで扱ったその行列積の方計算の中で、いくつかその計算量を見積もったときにですね、その序算ですとか、それから中国重要参法の計算量の見積もりについて、いくつかこれまでの授業でやっていなかったので、こういうものとして話を進めますというふうにして話を進めました。そこで今回はどちらかというとその付録的な内容ですけれども、その序算をはじめとしまして、それから拡張ゆっくりのご助法ですとか、それから中国重要参法の計算量について少し解説したいと思います。でまず序算の計算量なんですけれども、これはいくつかのアルゴリズムについてはこの授業の最初の方で少し扱ったので、覚えてる人は覚えてるかもしれませんが、ちょっと復習したいと思います。でまずこの授業で以前扱ったその序算の一つに、その多項式の剰余式序算というのがありました。でこれは多項式 AX と BX を整形数の一変数多項式で、あと BX をモニックとしたとしまして、で実数の条件は A の実数の方が B の実数より等しいかさらに大きいという状況の中で、その A を B で割ってその剰余と剰余を求めるという、そういう序算をアルゴリズムを扱いました。でこの時には一応今日の資料で復習しますと、入力として AX と BX という多項式がこういう形で与えられています。でこの括弧でくくってで、こう、角を並べたのは、これは各 i 字ごとの係数ですね、係数をこう並べたリストで、組で与えているということで、で出力として、Q は剰余、それ、小ですね、Q は小で、それから R は剰余として、与えるというアルゴリズムを、以前やりました。で、そのアルゴリズムの中身としましては、こういったものでして、で、復習は各自思い出してもらいたいと思うんですけれども、大体中身としては皆さんが筆算でその多項式の割り算をするときの操作を、ほぼそのままの形でこのアルゴリズムの記法に従って書いたようなものです。で一応この多項式の剰余付き序算のアルゴリズムの計算量の見積もりについては、と思い出してみますと、以前この授業でアルゴリズムを扱った時にレポート課題で皆さんに解いてもらったんですね。で覚えてる人もいるかと思いますが、一応振り返ってみたいと思います。でステップごとにその演算計算量ですね、見ていきましょう。ということで計算量の見積もりに入るんですけれども、まずステップ1は、これは代入のみでして、でこの授業で扱う計算量というのは、このアルゴリズムの場合ですと、その係数に関する指則演算の回数を見積もるということですので、こういった代入は考慮しないということで、このステップ1は計算量に影響しないということにします。で次のステップ2では、ここではその、ループが K-M プラス1回発生するということを一応、メモしておきましょう。でこのステップ2のループの中でですね、各ステップの計算量を見ていきます。でここで飛ばしましたけれども、この2の A ですね、ステップ2の A もは代入のみですので、今回影響ないということにしまして、ステップ2の B というところでまたループが M 回発生していますので、これをちょっと覚えておきましょう。で肝心なのはその下なんですけれども、ここの、その実際に割り算を行うところで、乗算が1回ですね。乗算はこの QI と BJ をかけるところの乗算が1回。それから加算は、この RI プラス J から
今の乗算の結果を引くところですね。これで加算1回というふうに出てきます。ということで、最終的にはこのループがですね、合計 k マイナス n プラス1かける m で、加減乗除が2回でしたので、オーダーの m かける k マイナス m というのが、このアルゴリズム の計算量の見積もりということになります。で、言い換えますと、この多項式の、一変数多項式の乗与付きの割り算の計算量というのは、乗多項式ですね、ディバイザー、割る方の多項式と、それからその小の、次数の積に比例するということができますので、ちょっと覚えておいてください。じゃあもう少しですね、大雑把な見積もりをしますと、これ、m×k-m を、大体、小、どっちが大きいんだろう。m と k の大小関係で、m の方が大きければ、m の2乗というような見積もりをする場合もあると思います。どちらの見積もりをするかは、見積もりをするときの状況にも応じて変わってくることもあります。で、一応、計算量の見積もりについては、多項式の乗与付き除算の除算の見積もりを やりましたので、これを踏まえて、今日は少しその整数同士の除算について見ていきたいと思います。で、除算に入る前にですね、じゃあ整数同士の乗算はどういう状況で行われていたかというのをちょっと振り返ってみます。で、ここには以前の授業で単精度整数同士の乗算を行った時の計算をちょっと振り返ってもらってみました。で、XY が整数として、でしかも1ワードの単精度の数だったとします。一応ここでは話を簡単にするために、この計算機上での数の扱いは全部符号なしの整数としますけれども、x が1ワードの整数で y が2ワードの整数ですと、xy というのは、たかだか2ワードになるというのは、皆さんちょっと考えてみればすぐ分かるかと思います。状況によっては xy も1ワードで済む場合もありますね。だから多くても2ワードあれば xy の積を表せるということです。そういう状況からですね、逆にたどってみますと、除算に関しては、たかだか2ワードの数をこう1ワードの数で割って、で、小ですとかそれから乗与が1ワードになるような乗算を考えればよいということが分かります。で、ここで、A0 と A1 と B として単精度整数を用意しておきまして、で、割られる方の数は、こういう形で A0 と A1 を使って、こう、2ワードで表された数ということにしましょう。A1 の方が上位の、ワードで、桁を表すワードで、A0 が下位の桁を表すワードとします。で、これを、1ワードの、整数 B で割ってですね、で、小の Q が1ワード、それから R の Q として1ワードを得られるとします。で、このような演算をですね、このような演算というのは実は計算機の、CPU の命令には含まれて、おりますけれども、含んでいるものが多いんですけれども、これをこのような形で、その A0 と A1 をの並びを B で割って、小を Q、R、乗与を R とするという、こういう記号で表すことにします。で、そして、この演算をですね、この単精度整数の割り算の1単位の演算というふうに置くことにします。まずここまでを設定しますので、確認してください。で、これを踏まえてですね、今回はとりあえずその単精度の整数による多倍調整数の除算を考えましょう。で、ここでは、
まあ、入力として A はその K ワードの多倍長数とします。で、一応ここではその K マイナス1番目ですね。A の最上位桁はまあ0ではないと。で、あ、一応ですね、先ほどと、あ、いいのか。一応この表現も見てもらえば分かると思うんですけれども、上位の桁ほど、このリストの後の方に現れますので、でそういう意味では数の表現とは、上位と下位の表現が逆になっているので注意してください。まあ、こういったその多倍長数 A を持ってきて、でそれと、B は単精度の数とします。まあ、ここではそうか、単精度ってことで0を含めましたけれども、実際には0で割り算をするといろいろ都合が悪いことが起こると思いますので、実際の割り算では B は0ではないと思ってください。で、これに対して、その C として、小ですね、小。この小は、まあ、最大 K ワードになり得ますね。それから、あと D として、上位を出力すると。まあ、そういう、計算を考えます。で、その、アルゴリズムを表したのはこちらのスライドなんですが、まあ、ちょっと今回、このアルゴリズムの細かい動作については、今日のこれからの、レポート課題の中でもちょっと取り組んでもらいますので、まあ、その中で、こう、皆さん各自調べていただきたいと思うんですけれども、まあ、基本的には、その各ワードごとに、こう、割り算をしてですね、で各ワードごとに上位のワードから割り算をしていって、で、まあ、小と上位を出しますと。で余った数は、次のそのさらに下位の割り算でこう割られる数に、付け加えられるとますということの繰り返しで、まあ、割り算が進んでいきます。ですので、まあ、我々がですね実際にその小学校からやっている数の割り算がありますよね。整数同士の割り算やってきたと思いますけれども、まあ、それが、祖母をそのまま、こう、アルゴリズム、こういう形で書き下したものと、思えばいいと思うんですけれども、まあ、実際にそうなっているっていうのは、ちょっと今日これからやる演習課題で確かめてみてください。で、一応これのですね、アルゴリズムの計算量の見積もりも、やっておきます。で、まあ、これ順番に、見ていきますと、まずステップ1から見ていきますけれども、ステップ1は先ほどと同様その代入のみですので、アルゴリズムの計算量には影響はないとします。で、ステップ2のところでその、まあ、ループが軽快発生するので一応これを覚えておきます。で、そのステップ2の A でですね、ここで先ほど、導入しました、序断が行われます。ここで序断が1回行われるわけですね。で、ステップ2の B では、これは代入のみですので、A、計算量への影響はなしということで、ステップ3もですね、これも代入のみですので、計算量への影響はなしで、まあ、そうすると合計の計算量は、K のオーダーになります。K というのは、割られる数の A の、まあ、長さ、ワード数ですね、に比例するということが分かります。で、まあ、本来ですと、これを踏まえてですね、その多倍長数同士の序断っていうのを考えていくわけですね。今の話は、その割る方の数が単精度の場合でしたけれども、まあ、これをさらに、その割る方の数も多倍長の場合に一般化するのが本来のやり方です。ただし、まあ、テキストにも書いてありますけれども、実はこの多倍長数同士の序断のアルゴリズムはより複雑になりますので、一応テキストにも省略していますが、今回の授業でも省略したいと思います。で、もしその気になる人はですね、この辺の、解説、この辺のアルゴリズムを解説した書物がいくつかありまして、で、まあ、その中で一つ挙げてみますと、このシャープという人 の,
コンピュテーショナルイントロダクションというナンバーセオリー&アルジェブラという本が、あります。で、実はこの授業で扱われている内容の多くもですね、このシャープの本から題材をもとに作っているものがありますので、他の部分も参考になると思いますが、少なくともこの本ではその多倍長の整数割る多倍長整数のアルゴリズムとその計算量の見積もりについて詳しく解説がされておりますので、興味のある人は見てみてください。で、結論だけ、ここで触れておきますと、A と B を多倍長数として、で、A の長さのが B の長さ以上ということですね。で、その時に A を B で割る除算の計算量は、結論だけ申しますと、その A の長さと B の長さの積のオーダーになります。ということだけ触れておきますので、確認、覚えておいてください。で、次にですね、ユークリッド誤助法、もしくは拡張ユークリッドの誤助法の計算量という話もあります。で、A と B を多倍長数とした場合にはですね、ユークリッド誤助法と拡張ユークリッド誤助法とも、ここでは結論だけ触れておきますけれども、計算量は、その A の長さと B の長さの積のオーダーになります。で、ついでに言いますと、この A と B が多項式の場合の計算量は、これはですね、ユークリッド誤助法と拡張ユークリッド誤助法両方なんですけれども、A の次数と B の次数の積のオーダーになります。で、証明は各自の演習課題というふうに書きましたけれども、多倍長数の場合は若干導出が難しいかもしれませんが、多項式のユークリッド誤助法の計算量の導出は、一応今までの知識があれば多分自力でもできると思いますので、多項式のですね、多項式の方は、興味のある人はぜひやってみてください。ここまでいいでしょうか。じゃ、一応以上を踏まえて今日の最後の話題としまして、その中国乗用三法の計算量の見積もりを、したいと思います。具体的にはその前回の授業の際に、その与えられた、法の積の2乗の計算量になりますという結論だけ述べておきましたけれども、今日これからの説明ではそこの中身をもう少し詳しく解説します。で、一応その中国乗用三法を、もう一回振り返ってみますと、こういう問題でした。N1 か NK というのが、R の弦で互いにそうですと。で、それから A1 から AK を R としますというときに、その N1 を法として AI と合同であるような A ですね、こういう連立合同式を満たす、A を求めましょうというのが、ここで考えている問題でした。で、一応前回のその行列式の方計算の時の状況に合わせていろいろちょっと条件を設け、今回条件を設けますけれども、まず N1 から NK ですね、この方は単精度で与えられているものとします。ですので長さは1ですね、オーダー1ともかけます。それから A1 から AK ですね、この乗与の A1 から AK についてもこれ単精度で与えられているものとします。で、そうしますと、この AI の長さも1ということにします。で、それからと、N1 から NK の法の積ですね、この法の積を N としたときに、この、N の長さが、オーダーの L と、L のオーダーということにします。で、このことから、その、この N を構成するのに必要な法の個数ですね、K もオーダーの L で見積もることができます。以上の、今回はそのこういった状況設定のもとで、条件のもとで、その
中国中央算法の計算量を L の関数として求めるということを見ていきます。で、このチャイニーズリマインダーアルゴリズムの手順をもう一回振り返りますけれども、先ほどの、前回の授業、もしくはレポート会での解説などもやりましたが、まず、その、法の個数の分だけですね、次の、処理を繰り返して、具体的にはこの EI というのを求めるんですけれども、EI を求める手順は何だったかというと、まず、この N をですね、NI で割った NI スターという数を求めておいて、で、この NI を法とする NI スターの逆減を求めました。で、ここで、その NI スターと NI から始まる、この拡張ゆっくりと誤助法の計算を行っております。で、それでこの逆減が出ましたら、これを TI と置いて、まず TI と NI スターをかけて、これを EI と置きますというのが、まず最初のステップですね。で、E1 から EK が出ましたら、このステップ2のところで、この A1、E1 からプラス、ここプラス忘れましたけれども、AK、EK というプラスというこの積和を作ります。で、最後に、この3番目のステップで、この積和をですね、N で割って、その求める解の A を得ようというものです。で、一応その計算量をですね、これまでの知識、またはその今日のこれまでの説明をもとに見積もりをしていきたいと思います。まず、ここの1番目の A のステップですね、1番目の A のステップは、N を NI で割る計算なんですけれども、N の長さがオーダーの L で、それから MI の長さがオーダー1です。ですので、先ほどもやりました、その多倍長数を単精度数で割る割り算の計算量になりますので、ここでの序算の計算量はオーダー L ということになります。で、次の B のステップでは、これは拡張ゆっくりと誤助法の計算量なんですが、そこでの入力は、Ni スターのがオーダー L の長さで、それから Ni がオーダー1の長さですね。で、先ほど結論だけ述べましたが、拡張ゆっくりとの誤助法の計算量は、入力の2つの数の長さの積ですので、ここでの計算量はオーダー L ということになります。で、次に C のステップでは、これ、Ni スターとそれから Ti の積ですけれども、Ni スターの長さがオーダー L で Ti の長さがオーダー1ということで、ここでの乗算の計算量はそれぞれの数の長さに比例しますのでオーダー L ということになります。で、ここでですね、一つ説明で忘れていたんですけども、実はここループなんですね。K 回のループで、これらの計算量にその K をかけるわけなんですが、その、K の値っていうのが、実は先ほどやりましたように、オーダーの L と出していますので、このステップ1全体で の計算量は、オーダーの L2 乗ということになります。それから、ステップ2では、これは A1、E1 から AK、EK の積なんですが、これは EI の長さがオーダー L で AI の長さがオーダー1ですので、乗算と加算の計算量の合計がオーダー L ということになります。で、最後に、この A を N で割るところですね。ここではその A の長さがオーダー L で、それから N の長さもオーダー L ですので、その乗算の計算量はオーダーの L に2乗ということになります。ということで、以上をまとめますと、ここにありますように、全体的なこの計算量としては、L2 乗のオーダーになるという結論が得られます。ということで、一応前回扱いました、中国中央算法 の計算量をもう少し詳しく示しましたが、ここまで質問はありますでしょうか。
はい。ということで、今日は、前回の授業の補足的な内容にが中心になりましたけれども、主に割り算を中心にした計算量を扱いました。で、具体的には除算の計算ですね、多倍長数を単精度数で割るとか、それから多倍長数を多倍長数で割るといった除算の計算量について説明しました。それから、ユークリッドの誤助法と、それから拡張ユークリッドの誤助法の計算量ですね。こちら、入力が、整数の場合と、それから、多項式の、一変数多項式の場合について、触れておきました。で、最後に、この整数に対する中国十三法の計算量について、触れておきましたので、大体、そうですね、この授業もほぼ終わりに近づいておりますけれども、一応、こういったことで、その序断の方も確かめていただければというふうに思います。はい、それでは、今日の講義はひとまずこれでおしまいしたいと思います。どうもお疲れ様でした。